吹上浜にね来てみたんだけど、砂のとこは歩きにくいね。時間帯的にどうなんだろう。道しよう。なんか釣りの人たちがみんな帰ってたけどさ、わあ風が結構あるね。やっぱりね、海辺はね、海辺は風があるよ。まあ風があるだろうと思ってさ、ファントム3だけは担いできたんだけど、おお結構な風だね。お、引いてるよ。吹上浜だよ。魚釣りしてるね、みんな。何が釣れるんだろうね。キスかなんか釣れるのかな。キスが釣れるのかな。でもみんな穴掘ってるね。なんで穴掘って、何の穴あれ。何の穴を掘ってるの。貝でもいるのかな。うわー、風が強い。風が強い。あー、この辺りも穴が。穴を掘ってる。こんにちは。なんかいるんですか。なんかいるんですか。縦になっている貝を取ってます。あ、貝、はい、あ、アサリみたいな貝だね。アサリじゃない。アサリではないですね。あ、いや、あの子って何してるんやろと思って。いや、またいっぱい掘ったな。いっぱい掘ったね。こんにちは。いっぱいいますか。アサリじゃないんでしょう。このあるやつが、うん、今見せてもらったけど、ね、でも砂に手入れたら結構ザクザクとパッと見たらアサリみたいな感じだけどね。アサリにしちゃちっちゃいよね。あ、いっぱいいるんだ。もうおばちゃんダウンしてる。ほら気持ちいいね。気持ちいいよ。砂浜をさ、こう結構あれだよね、硬いよね。普通さ、あの吹き溜まりみたいな、あの今入ってくる時にさ、砂浜っていうか砂のあるとこ、あ、なんだこれ、何これ、なんかが団子を作ってるね。砂を集めてなんか団子作ってるよ。何が作ってるの、これ。いっぱい作ってる。作るだけなの。あの入らないからさ。あ、これはなんだ。これカニ。これカニかな。カニかなんかが穴掘ったやつ。こう下にさ、こうズボって入んないからさ、割と歩きやすいよね。風強いけどな。どれぐらいあるんだろう。どれぐらいあるんかな。あ、気持ちいい。気持ちいいよ。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいいね。でもね、この辺りもね、あの拉致された人がいるんだよね。ちょっと風があるけど、飛ばしてみるかな。飛ばせるかな。椅子が欲しいな。あ、あの木を椅子にするか。
風がね、ちょっとあるね。あどっちならフォーを持ってくればよかったな。ファントムフォー君を持ってくればよかったな。これは3のスタンダードじゃさ、フォローミーは確かスタンダードはできなかったんじゃなかったっけ。これがさ取りにくいんだよね。取りにくいよ。風が結構あるよ。こっちだったかな。これの傷のないやつ、あ、傷はないね。あお。よいしょ。風があるけど、ファントム君大丈夫かい？ケツが痛えよ。おい、下がってるけど、ファントム君高度が下がってるけど大丈夫。あっという間にちっちゃくなるね、じっちゃんがね。じっちゃんがあっという間にちっちゃくなる。ぐるっと回って、ぐるっと回って。はい、行って。
さあ帰ろうかね。海が満ちてきてるのかな、わかんないね。まだ貝掘ってるよ、まだ掘ってるよ。なんか流れついてるね。何なんだこれ。この辺りあれなのかな、カメは卵を産まないのかな。カメは産まないのかね、卵をね。取れましたか。はい、取れましたよ。おお、いっぱい取れてる。息をしてますよ。これどうやって食べるの。味噌汁。味噌汁ですね。味噌汁でしょうかしょう、うん、美味しい。ああ、美味しいわけ。また焼きにしても美味しい、佃煮にしても美味しい。だけど私は味噌汁が一番。味噌汁が肺の味がね。今の時期だけですか取れるの。いや一年中取れるの。一年中取れるみたいですけど、潮が引くのが昼間に引くのがもう今日あたりで終わりかな。あとは夜中にしか引かないから。そうなんだね。今からはもう潮が引くのが夜中に引くんだ。だから暗くなってから12時間。1日2回引くよね確かね、潮ってね。そうなんだ、初めて知ったの。ここであんな貝が取れるって知らなかった。じっちゃんはね、台風でさ、すごいなんかな、いろんなのがっていうか、ゴミが流れ着いてる、打ち上げられてるね。相当波が上まで来たんだろうね。ああ、結局あれだよ、フォローミーは取らずだよ。今度どっか広いとこでしよう。でもこんぐらいあったらいいけど、もう昼間は3月まで昼間は潮が引かないって言ってたね。ということはここでは無理だということだね。ファントム3もさ、スタンダードじゃなくて、あの上野のはね、フォローミーができるみたいだけどね、スタンダードはできないみたいだね。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。